部位別がん罹患数第二位の胃がんしかしその検診受診率はまだまだ低いのが現状です詳しいお話を秋田県医師会の小泉重人先生に伺いました秋田県の胃がん検診受診率はおよそ10%です実際にはその倍以上の方が人間ドックやかかりつけの医療機関で内視鏡検査などを受けていらっしゃるとは思いますが 積極的に検診を受けてください秋田県の2019年都道府県別胃がん75歳未満年齢調整死亡率は人口10万人当たり12.178人で全国第1位の数字です秋田県では長きにわたり全国トップクラスで推移しており胃がん死亡率の改善が急務です 胃がんは日本海側の地方で死亡率が高い傾向にあります。以前から言われていることですが保存食文化の影響もあり秋田県では塩分の多い食品が好ままれてきました。そういったことも要因の一つと考えられます早期発見早期治療には自覚症状がないうちから検診を受けることが重要です。 ご本人だけではなく、ご家族、ご友人にも胃がんをはじめとするがんや検診についてお話ししてみてください。胃がん発生のリスクを考え、ピロリ菌を除菌した後でも、内視鏡検査による定期的なフォローアップを行うことをお勧めします。罹患数が多い胃がん、定期的な検診受診でがんで死亡するリスクに立ち向かっていきましょう。次回からは、大腸がんについてお伝えします。